お、待って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 、みんな待って、みんな俺動けないんだ今、待ってくれ、動けないんだけど。ちょっと L って押してるよ今、俺連打して、連打して押してんだけど、おい。テントに寄ったらそちらの地図を頼りにここまで持ってきてくださいね。オッケー任せろ。なんかセーラー服セーラー服っぽいな、なんかちょっと顔だけ残念だけど、後ろ向いてたら結構なんか可愛い女の子に見えなくもないからな。よし、春か。どこがいいの。あ、こいつしゃべりかけていくか。誰やっけ、豊作、豊作さん、俺ら補足ってんだ、これからよろしくな、だっぴょん。すっげえ、語尾がえぐいぜ。ワニだろお前、だっぴょんって。俺ら自然を感じられるところにテント張って心と体を鍛えようと思ってるんだ。あ、そうっすかそうっすか、これだけすげえなんともなんねえな。これ取れんの、桃。あ、桃取れる。取れない、嘘だろ、目の前にしてこんな煽りプレイがあっていいのか。取れ取れ、違うボタン ?B?B? いや違うな。Y?X? 違う、やべ、持てねえんだ。取れねえんだ、普通に。B で早く走れる。マジ?マジじゃん、すげえこんなことできんの。先教えて、それ。俺ずっと走ってた。けなげにこんな。ナルトみたいなさ、ナルトの手後ろにして走るやつみたいな走り方でさ、ずっと走ってた俺。教えて、そこ先に。え?これもう少し進めないと渡れないの?マジで?嘘でしょ?じゃあテントどうする?お前の目の前立ってやろうか、じゃあ。ここにしてやろうか、もう。ここでいいんじゃねえじゃん、もう。こいつ目の前でテントを立て出したら多分びっくりするだろう。ちょっとどいてください。し、ここ立てまーす。はい。ここに立てる。おぉ。あ、そういうね。これがあれね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、なんか新しいやついる。これ誰っけ?サッチャーみたいな名前の。シェリーだ。全然ちげえ。全然ちげえ。あんたは確かヒルジャマって名前だったよね。うん。うちはシェリーだよ。よろしく。ウッキー。みんなところ、お互いどこにテントを張るかまだ決めがれているようだね。お、いい情報くれんのか。まあこんな小さな人はどこに住むかみんなご近所したんだけどね。返せ、時間マジでお前。ちょっと有益な情報くれ。あー、オッケーオッケー、できた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 。よし。もう晴れ。何?じゃあお前、晴れボタンじゃない今の。ああ、いいじゃん。いいじゃん。桃いるし、横に。いいんじゃねえこの辺で。川広場の近くがいい。ちょっと待って、なんかすげえ言ってんじゃん。広場近い方がいいの。ちょっと待って、考え直すわ、じゃあ。この木が絶妙に邪魔だな。あ、ここいいじゃん。あ、ここいいじゃん。ここいいじゃん、めちゃめちゃ。ここに決めよう。よし。立った!広場の真横!絶対うるさいこれ!夜寝れねえよ!夜眠れねえぜこんなの!広場の真横だぜ!しかも木で見えねえんだよな、入り口が!入り口が木、この木伐採してくんねえからマジで!よっしゃ!もうテント張り終わったんだ、もう他の二人が戻ってきてねえからまだ場所を探してると思うんだよね。へえ、ここで待つのも退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか様子を見てきてもらえると助かるだな、もう。もう一回あいつらと喋りかけなきゃいけないのか。さっきの牛じゃねえ、なんだっけ、猿。猿どこ行ったっけ、猿。あの猿。あのメス猿、いた。いたぜ、メス猿、おい。メヒジャマもういい場所見つけたのかい。うちはフィーリングの決めだと思ってたんだけど、どうもいい感じだから意外と悩んじゃってね。こいつの喋り方、マジで受け付けんな、俺。ちょっと、苦手だな、これ。なんか、ザギャルみたいな。とはいえ、いつまでも悩んでないね。そろそろこの辺りで決めちゃおうかと思ってるんだけど。ヒルジマはどうも、ちょっとあのうちが近いんでもうちょいあの離れていただけるとありがたいんですが、はい、もうちょい探してあげるよ。うん、うん、任せろ、俺が決めてやる。めっちゃあの海近いところにするよ。オッケーオッケー。お、何、え、やばい、俺の右のバッテリー、右半身さあ、ということでちょっとこいつのあいつのテントをちょっと立ててやろう、この辺に。この水没、確実に道潮で水没するであろう、この辺に。立つてやるか。おい、いけるかな。あー、もうちょい、もうちょい上か、もうちょい上だ、もうちょい上だ。ここならいけんじゃね?この辺いけんじゃね?多分。いけ!
シリサのテントここに貼ろうかな。ここに貼ってね、行け、ここに決めちゃおう、ここに決めちゃおう、もうここにしてしまおう。こいつマジ道しようね、マジブツブツになって、ブチブチにビチョビチョになってしまえばいい、もうこいつの家。あのうっせえメスザルの家、この超遠くに置く、とりあえず。で、あと一人ワニ、ワニ、いたいたいた、ワニワニワニ、よおめえのテントも貼ってやるよ。うん、え、待って、お前はテント張ったの？いや、探してあげる、探して、いいよいいよ、探して、俺がやるって、俺が探してやるって、さすがに。テントなんてもう俺張るのめっちゃ得意だから任せろ、いいやつなんだよそれ、任せろ、おいらの命預けたぞ、任せろ、お前の命大事に使ってやるよ、本当に。お前の命は絶対に無駄にはしねえ。新生活のイメージトレーニングしてるから広場で待ってるからさ。いや、新生活イメージしてんだろうな。なんか自然豊かな場所がいいっつってたな。自然豊かで、なんか風通しがいい場所がいいっつってたな、確かな。決まってんだろう、じゃあ。もう一択しかねえじゃねえか、そんな。そんなもう一択しかねえ。ここだ。ここに家を建てよう。ここにワニくんの家を建てよう。よし。ここだ。建物同士が近くない。ダメだ、ここさすがに。さすがにだったか。ちょっと、ここは頼む、立てさせてくれ、ここに。いや、海が近え、くそー、もうちょい下がれ、ここマス目的に、ここいけんだろ。来た来たぜ、法則、お前の家はここだ、ここに決めた、ここに決めたぞ、お前の家は。まあ水辺がお似合いだろう、と法則って言ってるあたり。ワニだしな、ワニだし海がちょうどいいだろう、水辺。よし、さあ2人のテント決めたし。こいつら仲良く水没するぞ、多分明日には仲良く水没するぞ。寝る場所確保できたわけだし、今日は親睦会も兼ねてこの広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。あ、こいつらと仲良くなんなきゃいけないのか、キャンプファイヤー。マジかよ、あんまりお隣さんと仲良くしたくないタイプなんだよな俺。いいんだよな、そのお隣さん同士の関係。それじゃ分担はこうするだな。もシェリーさん、豊作さん、豆吉、鶴吉の4人はここで会場の設営を。そして私たち2人はあそこの裏で。分かってるわよね。くー、あ、来た、いや、違った、燃料になるものや食べられそうなもの集めるだろもんつってな、集めるだろもんつって2人で抜け出してな。くー、キャンプファイヤーの夜って言ったらそうだろう、決まってんだろ、もう抜け出す前提だろそれ。楽しそうだね。ひなの葉、集めてくるものを相談したいから僕に声をかけてちょうだいね。あー、いいでしょう。いやー、なかったな、私とお色気展開なかったな。なんかこいつ喋りたそうにしてるけど喋らせねえ俺は。こいつに喋りたいんだ俺。ひるちゃんさん、まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。ほう、細めの枝、僕があらかじめ集めてるものからそこら中に落ちてる木の枝をあと10本拾ってきてくれたら、もう10本ぐらいお前自分で拾えよ、お前10本しかねえ、10本かよ、自分で拾えよマジで。 Y で拾える、うんY で拾えるのね、オッケー。僕は待ってるね、この島の木に生えてる桃らしき実の正体を調べて。桃だあれは、絶対に桃だ、いい正体調べなくて、桃だからいいんだって。桃だよ、お前ただ桃かどうか分かんない桃を桃と調べるためだけに俺に枝を10本拾わせようとしてるのが気持ち悪いな、本当に。桃取ってるわ、飼ってるわ、もうそこら中の桃飼っといてるわ、調べさせねえように桃飼っといてる。おいおい、てめえ舐めてんのか、落ちてこい、おら消え、枝おら落ちてこい、おら舐めてんのか、おらやんのか。よし、めっちゃ揺すったから多分ね、めっちゃ金出してきたわ、ありがとう。さてさて、何、これで準備は整ったんだ、もうそれじゃあキャンプファイヤーに点火しまーす。点火するだもーとか言えよお前、点火しまーすじゃねえよ。やだー、拍手で始まるキャンプファイヤー。こう島の名前決めれんのか、一人一人アイデアを出しちゃって多数決で決めれんだもん。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考えたらせーの、うわ、多数決か、これあれだな、多数決ってことは相当変な名前にしたら多分ね、採用できないんだよな、採用されないんだよな。始まりの島にするわ、めっちゃかっこいいじゃん、それにしよう、俺それにするね、すべての始まりの島、ここから始まる始まりの島、かっこよくね、なんか俺の島
すげえかっこいいんだけど。始まりの島、頼む多数決勝ってくれ。多数決勝ってくれ。ここで勝てなきゃ俺これに。いけ、マッスルネイスチャーじゃねえ、バカか、おめえらふざけんな。お前そんな名前になったら俺結構抗議するぞ、マジで。さすがに抗議するぞ。お前モイスチャーじゃねえよ、ほんとにふざけんなよ。男性なら拍手するだな。もう、じゃあ異色なレミングセンスが光ったヒルジャマさんの提案がないから。異色だったんだ、あれって異色なんだ、やっぱ。はい、ヒルジャマさんの提案の名前は始まりの、いや、島はどこ行った、島え、そこまでしか呼ばれない感じ、これまさか今後そういう感じ。しかもすげえ全員賛成じゃん。お前らアイデンティティねえのかよ、お前ら。すげえな、すごい拍手すんじゃん、お前ら。お前らすごいな、なんかもうね、かわいそう、なんか。モブじゃん、ただの。え、マジか、始まりのになっちゃったよ、なんか。始まりのになっちゃったんだけど。始まりの島、始まりの島のどれだな、もう。あ、これ選べんだ。始まりの島。あ、ここで選べるんだ。オッケー。今日からここは始まりの島ってことで。あー、いいね、これ。これいいわ。ついにね、この時間がやってきたわ。じゃあ、そこのテントに入りましょうか。ってなる流れやん、これ。絶対そうやん、これ。いやー、待って、楽しんでくれてるだなも。そろそろ抜け出すって来るか。今日は夜通しひょうたたいてるから、疲れたらテントに持って休んでくれてもいいだろう。お、これちょっと遠回しのお誘いじゃないの、これ。ちょっと遠回しじゃない、先にテント戻ってて的なね、この遠回し、このニコニコの左の小たぬきにバレないような遠回しの、ちょっとエッチな伝え方でしょ、これ。実は休もうかな。ノリノリ、めっちゃノリノリ。休もうかな。オッケーだな、もう。じゃあこれ渡しておくだな、もう。よし、なんかもらったぞ。何これ、キャンプ用のベッド。嘘つくな、お前。葉っぱ一枚じゃないか、ふざけんな、舐めとんのか、お前。お前はそれで十分かもしれないけどな、この絶対王政の中の俺らのこの気が収まらんぞ、さすがに。その葉っぱ一枚じゃ、さすがにちゃんとしたベッドくれ。違う、戻ってきて。どうやって出るんだ、これは。これどうやって寝るんだ。あ、そっちから、もう逆や、これ。このベッドじゃ逆や。このまま少し寝る。一回寝よう。うとうとしてきた。まぶたすげえ色してんな、お前。アイシャドウどころの話じゃねえぜ。明太子みたいな色。誰だお前、急にカットインしてきやがって、お前。急に何の話だ、俺には友達がいっぱいいる、笑顔がたま周り溢れているみたいな話なんだ、お前は。誰だ、もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう。この世界では一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思うよ。だから誰だ、お前は。誰なんだ。たくさん友達が君の場所に遊びに来てくれるぞ。いいね。さあ、目覚めた後、現実と同じ時間の流れの中で君の暮らしを楽しんでくれよな。それじゃまた。いや、誰お前。よかった、ヒルジャマさん。無事だったんだもんね。何？なんかあった俺。え、そんな死にかけだった？テントに持ってから丸一日見かけないから心配しただな、もう。そんな寝てたの俺。まさかお前持ったか。あのドリンク、乾杯のドリンクにお前持ったな、その目は。だから俺一日起きなかったんだろ。お前、俺が寝てる間に何をした？だからあんな変な夢見たのか、お前。くっそー、このバケタヌキが。それはそうと、今日から本格的に暮らし始めるやんだって。移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだもん。君をずっと幸せに、完全にそっと歌うよ。イエーイ。よーし、どうですか？ちょっとね、実はね、これね、福山雅治さんだけはね、自信はないんですよ。確認お願いします。あ、動作チェックしておきたいから、ちょっと電源を入れてみてくれない？はい、入れてみました。ポチ。お、本格的、すごい、なんか最新のアプリみたいな。最新のアプリみたいな感じじゃん。結構最先端だもん、くれんじゃん。
うん、ちゃんと電波も入ってるだもんね。あ、この島電波の無人島つってたのに電波は通ってんだ。すげえな、なんかいろいろぶっ飛んだしって言ったの。なんか、今ねスマホって使ったことある？なめとんのかお前、なめとんのか。ちょっとなんか無駄に説明聞くのだるいからいいや。ちょっとここはボケなくていいや、さすがに。さすがにボケなくていい。ここちょっとめんどくさい説明を聞きたくない。はい、どっか行け。はいはい、おひいきに、バイバーイ。つまり、どうした？びっくりした。なんだよ。急に。まあ、とりあえず今回は一旦こんな感じで終わろうかなと思いました。おはようございます、皆さん。皆さん、おはようございます。おはようございます。ちょっと進展したあつ森。いかがですか？そう、今日はね、やることがあるんですよ。今日はね、いろいろとやることがあるので、ちょっとそれをね、済ませていきたいと思います。で、この通信装置、なんかさ、浜辺にさ、打ち上げられた、誰だっけ、あいつ。打ち上げられた、あの、生命体がいたんだよね。あ、こいつ。こいつ。このドナルド・ダックがさ、なんか打ち上げられとってさ、多分、ドウモリとコラボなのかな。ドウモリとディズニーの初手からコラボ。来たね、ドナルド。だいぶ凛々しくなったなお前。だいぶ凛々しくなったなお前。先ほどのそう、こいつがさ、なんか遭難してるとか言ってきて、通信装置のパーツを探してくださいって言われて、ちょっと探してきたんでね。さっき仲間たちに手短いメッセージ送ったんですよ。どれどれ、こいつの下り何なんだ。読みづれしカタカナ多くて、ちょっとこいつ絡むのやめよう。一緒、あ、そうだ、なんかさ、高飛びの棒、高飛びの棒を作ったから、やっとね、渡れるようになったんだ俺。やっとね、川を渡れるようになったから、ちょっと渡りたいんだけど、高飛び、あった。細え、長え、短えな、これ。短え方だな、これ。いけんのか、これ、ほんとに。いくぞ。これ落ちたらどうしよう、落ちたらどうしよう。ちょっとマップ的に孤島はここか、ここ。うおい、すごい長くなった。すげえ長くなんだけど。嘘でしょ、めっちゃ長くなるんだが。すげえ孫悟空じゃんマジで。格好からしてもうすげえな、異国の孫悟空だなマジで。で、なんかね、化石がゲットできるらしいんだよね。化石がゲットできるらしいから、化石を探していきたいんだけど、魚に向かって高飛びしよう。よいしょ。刺さったろ、今。絶対刺さった。あ、待って。これ、ちょっとさ、スコップ最近手に入れたんだよね、あれ。スコップ。どれだっけ？あったあった。スコップ。スコップで、ほる。待って、エイムが定まらん。ここや。何これ。あ、これが化石なの？あ、こういう感じに化石があるのか。こいつか。いいよ。はい。寄贈する。え、これ寄贈していいの？これ。これ化石寄贈していいの？ま、いっか！いいや。ちょっとこいつに。お！なんか、今までにない反応なんだけど、すげえ興奮してんじゃん、こいつ。ほほ！これは毎日は化石ではありませんか。いかがでしょう、この化石私にあげたらいいよ、いいよ、あげる。まあ、そう、とりあえず俺のやること思い出したわ。思い出した。こいつになんかね、10個なんかを渡して、10個新しい種類のやつ渡して、生き物渡して、そう、この博物館をオープンさせようっていう、俺の次の使命があるんだよね。ちょっとあいつを、とりあえず捕獲していく。虫のエイムすげえ俺いいんだよな。ダンゴムシ。よし、すげえ。あー、もうこれでも誰でも入れるようになったのか。なるほどね。ここで待ってれば人来んのかな、もしかしたら。お、誰かが遊びに来たみたいです。ダル蘇ったゴミ。もう最悪じゃんマジで、最悪じゃん。蘇んな。あ、すごいファッションセンスの人来たな。なんか、もう前見えないだろうな、こいつ。会話を終えてください。何これ？動けないんだけど俺。あ、動いた。
お、また来たのかよ。何もいっぱい来んじゃん。いっぱい来んじゃん。毎回俺この画面出んのかよ。マジかよ。マジかよ。毎回俺この画面出んのか。結構だるいぞ、これ。はじめましての移住者。ピナ、かわいいな。はじめましての移住者なのか。どうも、はじめまして。すごい島。これネーミングセンスどうなってんだよ、マジ。絶対ヒナじゃない、こいつ。絶対ヒナじゃないだろ、これ。男だろ、どう見ても。最大8人まで入ります。マジで。オッケーオッケー。閉じろ。やべ。ゲート閉めろ。もう一人来た、多分もう一人来た。よし。閉じた。オッケー。今、ちょっと来ようとした人、多分来れんかったな。どうも。おお。よ。お前何その、ほんわかして、俺もやりたいんだけど、それ。よし。お金ください。よし、これもしかしたらもらえるかもしれん。綺麗なカツアゲだったの、今ね。すごい綺麗だったよ。金よこせよ、金出せよとかじゃなくて、お金くれたんだけどな。株を、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。逃げろ。お、どなたかがお帰りになられました。帰りました。誰が帰ったんだ。これ誰が帰ったかとかわかんねえのか、これ。あ、これ二人帰った、まさか。これまさか二人帰ったか。パスワード教えてくれてる人がいるから、ちょっと行くわ。よし。さあ、誰だお前。びっくりした。ドッペルゲンガー。絶対死ぬじゃん、片方絶対死ぬじゃん、これ。おお、しかも、お出迎えじゃん。なんか、彼女連れかよ、お前。来なきゃよかった、俺。彼女連れかよ。しかも、これ、しかも、俺以外にも人来るときも、これ、この演出出てくんの。来た。ダル。蘇ってこみ。またお前か。またお前か。ちょっと閉めとけ。閉めといてくれ。頼む。入り口を閉めといてくれ、もう。入り口を閉めといてくれ。またこの演出入ってきた。確定演出だからこれ。マジで。確定演出入ってっから。閉めろ。今閉めろ。こいつが入る前に閉めろ。くそー、入ってきたぜ。閉めろ。おわー、来た。もう誰か来たって。だるいって。おーい。閉めろって。いちごちゃん。飛べない予備軍。もうかわいそう。真珠と。閉めろ。あら、かわいい。絶対犬系女子だろ、これ。絶対犬系女子だね。ひなちゃん、閉めて。早く。閉めて。今がチャンス。閉めるんだ。閉めろ。どけ、お前、邪魔だ。閉めろさせろ。お前、来た。惜しい。遅い。早く閉めてくれ。セーブ、そして到着ご案内を見せられる俺の気持ちよ、マジ。なっつ。あ、閉めろ。あ、かわいいじゃん、またしても。またしてもなんか犬系女子みたいなの来たな。閉めてくれ。頼む。このちょっとした間に、行け、閉めろ。お前、おい。閉めろ。閉めてくれ。うわ、増えたな、ほんで。拾おうぜ。はじめまして。あ、拾えんじゃん。しかも勝手に。拾おうぜ。もう一回寝たら、たぶん隣に女の子が来てくる。おー、今ちょっと刺してよけたぞ。男。やめろ、お前。寝てる間にそんなことやれたら、切れるだろ。切れて飛び起きるだろ、そんなの。嫌だろ。ほら、びっくりしちゃった、今。出れねえじゃねえか。コロコロ。あっち。お、で、助けて。はい。じらすね。はい。甘いね。甘いよ。あ、すごい。生やしたてくる。うわ、釣れたんだけど。
釣れたんだけど、スクショ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 、嘘でしょ、いきなり釣れたんですけど、やば。え、帰ります。はい、ありがとう、ありがとうね、多分配信見てるだろうから、ありがとうございました、開けてくれた人ありがとう。もう早く集めちゃいたいな。博物館はとりあえず今日中には建てたいかな。今日中に博物館を建てるっていうのが一個と、あと木材もまだ貯めなきゃいけないのか。大変だね、結構やること多いね。はい、来たぜ。よし、何これ、あ、蜂か、蜂ゲット。よし、博物館あと1点でオープンするぞ。やっとだよ、やっとだよ、みんな。博物館がもうすぐオープンだ。タランチュラ様の家、やばい、来た、絶対来た、絶対人来た。うわ、もう何もできんくなっちゃった。さあ、島解放。ダル読みがって、またお前か、またお前か、早えな、毎回早えな、すげえくんの早えじゃん。いらっしゃいませーって感じの配信になるからね、多分。はい、おかえり。あ、なんか顔のお前気にしてんだろ、お前さっき俺が顔のちょっとしたデコリをディスったから、撮ってきたろ顔のやつ顔のやつちょっと撮ってきたろ。あ、しかもあれか、わあ、来た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 、入国ラッシュ来た。これってさ、一気に入るとどうなんだろう。いらっしゃい、ダル、はじめましての、はじめましての島民、おかっぱパッパとなんか聞いたことあんな、なんか聞いたことあんな、荒野行動やってそうだな、なんか荒野行動やってそうだな、結構あれだよね、穴は掘れないんだもんね、だって穴掘れダサー、嘘でしょ、なんかいるけどさ、そういう人たまに、たまにそういう人いるけどさ、そういう、これが終わるタイミングぐらいでやればいけんのかな。蘇った不調お肩書きが中二病すぎないか、さすがに。さあ、いらっしゃい。よみがえった不調感ねえし。肉、あ、すごい、おにぎりじゃん。おにぎり T シャツ着てんじゃん。かわいい。はい。誰、金欠の移住者。み、日本列島。あ、かわいいじゃん。かわいいかわいいかわいい。ああ。どうしたどうした殴られたのか、殴られたのか、どうしたかを。ダル 100% ぼっち、マロンことやめたれお前。 100% ぼっちかもしれねえけど、やめたれお前、さすがにいじりがすぎるぞ、それはさすがにいじりがすぎるぞ。ぼっちも多分この島に来ればぼっちじゃなくなるからねジャイアンプラスのび太割る2みたいな顔だなお前。ちょっと桃1個食って、桃1個食って、ちょっとひー、いじめられてるよいじめられてるよ、ひー、なんかぬるっと鑑定してるな、琥珀なんか俺の家で飼ってる猫が骨とかされたんだけど、こいつマジやってんな。来た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 、博物館初日でこの島に来て初日で博物館を建設、超やり込みぜ。今建設中なんだ、これでもう終わり、博物館建設もうこれで。あ、通信はこの旅行券いらないけど、マイル旅行券を使えば通信じゃない島に行けんのか。よーし、あ、すごい、なんかベテランだ。さあ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 、この道まで見つけた、ダイヤ行きまで自由に持ち帰ってて構いません。ロゴを持ってくるの忘れたり壊れてしまったら大丈夫、マリと交換でも求めていただきます。ただし先お気をつけいただきたいのですが、この島に何か置いて帰ってしまったら二度と取りに、二度と取りに戻ってくるだけなんで、こいつ声渋いな、すげえ、なんか、なるほどなるほど、この島に来れば何でもできちゃうと。はい、よっしゃ、来た来たぜ、よっしゃ来た、なんか来た、でけえ、なんか来たなんか来たんだけど、なにこれ、超ダメ、うおー来たー、キャビアだー
やったー、あ、結構レアなの出るねこの島。こいつワンちゃんシーラカン説あるから。はい、まあいいだろう。なんかちょっと高いやつやんなこれ。待って、なんかいね、なんかいね、この岩の上。カタツムリいんだけど、カタツムリがいる、カタツムリいる。よし、きたー。カタツムリ取れた、カタツムリ取れた、やったー。はい、よし帰ろう。うん、帰ろう。この島のせいかめちゃめちゃゴミ釣った。さあ、あ、ここで道具変えたんだ、マイル。なるほどね。オッケー、よし。まあでもとりあえず結構売れるやつはゲットしたから。あ、すごーい、めっちゃ広い範囲。あ、すごーい、これいいね、これいいね、このジョーロ楽でいいわ。じゃあとりあえず今日はちょっと腹減ったので終わりたいと思います。結構進展したね今日の配信だけで、今日の新配信だけで結構進展したわマジで。ありがとうございました皆さん、助かりました。多分今後もねこんな感じでゆるっと配信していくんで、あのまた来てください。じゃあ終わりましょう。座って終わるか。よいしょ。じゃあ皆さん今日は来てくださってありがとうございました。